こんにちは、ヒヨンです。よい、今回はですね、ヒヨンでクッションファンデの塗り方をこと細かくご紹介していきたいと思います。つぶこべ言ってないんですけど、始めますか。それではスタート。いい、はい、って感じでクッションファンデの塗り方なんですけど、その前に今日はですね、ヒヨンカラコンをつけてみました。で、そちらがこちら、ロゼエアリーのベージュブラウンのカラコンになります。実際こんな感じなんですけど、これはロゼエアリーなんですけど、カンナロゼっていうカラコンもあって、それが橋本環奈ちゃんの目元になれるっていうカラコンみたいなんですね。で、それが1年の使用期間なんですけど、これはその同じ色で1ヶ月間のカラコンになります。なのでこっちの方が使用期間も短くてちょっと安いです。で、クッションファンデって結構みんなより安いって思ってると思うんですけど、フィヨンは肌のベースを作る時にほぼクッションファンデで完成させてます。で、いろいろ崩れない方法とかフィヨン流の塗り方があるので、それを一つずつ紹介していきたいと思います。クッションファンデって下地とかいろいろつけなくても一つで完成するよっていうのがテーマっていう感じだと思うんですけど、フィヨンは絶対に下地をつけるし、コンシーラーもちゃんと塗るしって感じでベースを作っていきます。やっぱりベースって下準備がすごい大切だと思うので、スキンケアの段階から結構ちゃんとしていくんですけど、クッションファンデはよりやすいイメージがあって、スキンケアをちゃんともちもちみたいな感じにしてしまうとより崩れやすいイメージになってしまうと思うんですけど、フィヨンは割としっかりスキンケアをします。で、中までスキンケアを浸透させたらやっぱり崩れないので、スキンケアをしてから何分か置いて、ちょっと表面上乾いてきたなっていう感じになってからフィヨンは始めます。で、下地からフィヨンはちゃんと塗るんですけど、その時に使うのがこちらです。これがエリクシールルフレのバランシングお白いミルク。で、まあ、最近フィヨンがこの下地にハマってるっていうのもあるんですけど、クッションファンデを使う時、フィヨン絶対にクッションファンデ一つで肌を完成させたことがない。やっぱりそういう風に一つで完成させようとするから厚塗りになってしまって、よりより安くなってしまうので、フィヨンはちゃんとこの下地から塗っていきます。クッションファンデってすごいみずみずしいイメージだと思うんですけど、フィヨンは下地をそれに合わせてみずみずしいものをつけます。その下地とクッションファンデの組み合わせが悪くて、なんかよれてしまうっていうこともあるので、フィヨンはテクスチャーが似てるものを使いますね。すごい、なんかめっちゃ塗ってる感がすごい。そしたらクッションファンデと行くと思いきや、ここで使うのがコンシーラーです。これはジョンセンブルのコンシーラーですね。とりあえずコンシーラーで隠したいところを隠します。って感じで、まあ、クマとかニキビ跡とか隠したいところをカバーしていきます。コンシーラーも絶対にこういうのがいいっていうのは別にないんですけど、ちょっと硬いものよりは柔らかいテクスチャーで肌に馴染みやすいものの方がクッションファンデを上に重ねた時により馴染んでくれるのでいいと思います。やっぱりクッションファンデといえば韓国だと思うんですけど、もうね、種類が本当に多すぎて全て使うのは追いつかないですよね。はい、って感じでコンシーラーである程度隠したい部分を隠します。そしたらクッションファンデの出番ですね。で、今回使うクッションファンデはヒヨンが大好きなこちらです。こちらもジョンセンブルのクッションシーラーペアピンクで、クッションファンデを塗る時のポイントなんですけど、やっぱりたくさん塗るとヨレの原因になってしまうんですね。フィヨンはもう本当に一膜かぶせるぐらい塗るので、割と薄付きに塗れます。だからツヤ感もちょうどいいし、カバー力もあるし、顔が均一されたなんかいい感じの肌になってくれるって感じですかね。で、クッションファンデをつけていくんですけど、クッションファンデを塗るとき適量を普通にこういう風にクッションにつけてもらったら、まず面積の広いところからフィヨンは塗ってきます。中心からブワーって広がる感じなので、なんか最初にこの鼻の横とかは塗らない。だからほっぺだったらほっぺの中心部分に一番濃く塗って、どんどん広げさせるっていうイメージですかね。なのでまずほっぺの中心に塗ってもらい、一プッシュさせます。
そしたら中心からどんどん広がるように塗ってってあげるって感じですかね。でこの塗るときにこうやって塗ってしまうとヨレヨレヨレみたいな感じになってしまうので、絶対叩き込んでから塗ります。絶対もう叩く、これこの運動しかしないここが強くてここが薄いとかはない、全てが同じ力で完成させるって感じです。今クッションファンデを塗ってる。塗ってない。結構均一じゃないですか。でこのほっぺを完成させるときにこのクマの部分、涙袋のところに割とファンデがたまりがちなので、そこはちょっと指とかでポンポンしてもらいながら伸ばす。この涙袋にたまったファンデーションを均一にしたいがためにクッションを使ってしまうとここの部分がよれてきちゃうっていうか、だからフィオンはこういう細かいところは指でポンポンした方がピンポイントで伸ばせるので、そこは指に頼るっていう感じです。ヒヨンのこの感じ伝わりましたかね。すべてが叩き込む動作で肌が作り上げられるというわけ。信じるか信じないかはあなた次第って感じですかね。そしたら同じ要領で反対側も作ってあげるので、ほっぺの中心の部分に一番最初ワンプッシュしたら、そっから全体的に伸ばす。でもしつけすぎたなーって思ったら、余分なところはもうおでこにつけちゃう。おでこにつけてそっちを伸ばし、ほっぺも伸ばす。クッションファンデってワンプッシュでたくさんつくのもあるし、ワンプッシュで全然つかないのもあるしって感じなので、それはそのクッションファンデに合わせて肌につけてあげるって感じ。多かったらもうまず各中心部分のところとかにつけてあげて、そっから全てを伸ばしていくって感じ。わかりますかね、この必死感伝わりますで、ある程度全体的につけたら、あと細かい部分になると思うんですけど、こういう生え際とか同じ強さでパフを塗ってるので、やっぱりね同じ強さで全部なっちゃうんですね。そしたら生え際の部分がすごい境目が割とできちゃうので、こういうところはちょっと手で伸ばしてあげるとかしてしっかり塗った方がいいです。ってなったら次、そしたら今全体的につけた、そしたらこの目の上とかこの鼻の際とかここら辺が残ってるじゃないですか。この細かいところは付け足したパフは使わないです。もうこのパフに染み込んでるものをどんどん伸ばしていくっていう感じで塗ってあげます。でこうやって塗っているとやっぱりこうやって塗った時のこのパフの縁のところがよれてきてしまうんですね。だからある程度塗って鼻が綺麗になったなって思ったら、そのよれた部分もしっかりまた重ねて伸ばしてあげるっていうのがすごい大切です。まぶたの上とかこの鼻の際とかのつけすぎが本当に注意ですね。仕上げに指でトントンしながらなじませてあげて、はいって感じでクッションファンデで全体的に塗ってあげたら、あとはこの T ゾーン、テカりやすいところだけパウダーをつけて終了になります。パウダーはね別に割と何でもよくて、今回はこれを使います。で普通にパフを取ったら鼻に1、おでこに1、2、3、あとこの顎とかですね、 T ゾーンだけにパウダーをこれも押し込む感じ。絶対にこのファンデーション塗った上でずらさない。いかがですか。ここら辺ツヤ感はあまりながら、 T ゾーンは結構パウダーで抑えたので崩れにくくて、まあ、ツヤ感も残ってるいい感じの肌になったと思います。って感じでパウダーをつけてあげたらベースの完成です。でこのクッションファンデのパフなんですけど、使い終わったら絶対この中にファンデが残っているので、ティッシュとかで一回こうやってギューってやってあげるんですね。そしたらこういう風にファンデーションがくっつくので、まあだいたい1週間ぐらい使ったら、まあ、洗ってあげるなり違う新しいパフにしてあげるなり変えてから使ってます。いい、はいって感じでフィヨンデューのクッションファンデの塗り方でした。いかがでしたか。ポイントとしてはクッションファンデだけで肌を作るっていうよりは、クッションファンデを仕上げとしてちょっと一幕塗って
ちょうどいいツヤ感とかそのカバー力とかを出してあげるっていう感じですかね。あとはクッションファンでは割と肌が白くなりがちなので、この首との色の差が結構出てしまうんですね。結構首にトーンアップクリームとかを塗って色味を合わせてあげるのがすごい大切だと思います。そして明日ですね、フィアが持ってるクッションファンデ特集動画を出す予定なので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。お願いします。クローン、アンニョン。